マリー彩香、ちょっと手貸して。なんだよ姉貴。お、また映画見てんのか。今友達来てんだけど。お邪魔してます。お、いらっしゃい。ついでに見学してもらえば。はバイト代多めに出すから頼むわ。ちょっと。そういえば彩香の家って何の仕事してるんだ。ああそうか、響はまだ知らなかったっけ。はいはい、もっと書いてあげて。予想外の職業来ちゃった。疲れた。あ、彩香、お前ボクサーだったのかよ。それでアクション映画が好きなのか。ああ違う違う、映画は完全な趣味。ボクシングは親父に無理やり習わされただけ。たまったもんじゃねえよ、まったく。とか言いつつステップ踏んでるぞお前。完全に日常レベルまで浸透してんじゃん。さくらさん、ついでにサンドバッグも殴ってみる。体脂肪を燃焼させるなら有酸素運動もやらなきゃね。やべ、壊しちゃった。響の意外な才能が発覚。